はい、皆さんこんにちは。パーティーゲームです。 Nintendo Switch Online のサービスで提供中のレトロゲームをお送りしていくシリーズでございます。はい、また新しいタイトルをやっていくんですが、今回もですね、ダダタケシさんと一緒にプレイしていきたいと思いますので、はい、ダダタケシさん本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さて、前回はカービーボールをねちょっとやらせてもらったと思うんですけどもね、はい、まあ結果はご覧いただいて楽しんでいただければと思いますけども、はい、まあ、今回もですねちょっとスーパーファミコンのタイトルをまた新しくやっていこうかと思っております。で、はい、そろそろね、ワンツーとやってきたし、そろそろいいかなということで今回ね、こういったですね、スーパードンキーコング3をいよいよ進めていこうではないかと思っております。さあどうなるかはい、スーパードンキーコング3、帰りが遅いドンキーたちを探して、デクシーとディンキーがクレミス島を大冒険と。ということですね。はい。まあ、簡単に言うと今回はですね、証拠にもなくドンキーがまた捕まって、ついでにはディディーコングも捕まっちゃったと。いう話になっておりまして。はい。なので今回は、そのガールフレンドの、デクシーと、赤ちゃんコングのディンキーが一緒に冒険をするという内容になっております。こいつ赤ちゃんだったんですねまあ見えないですわねサイズがね全然赤ちゃんに見えねえよって感じでしたけどね。はい、クレミス島のいろいろな場所に閉じ込められているバナナバードを助けるといいことがあります。これもちょっとねやり込み要素があったりするんですけども、まあこれがどんな内容なのかも含めてちょっとねお送りをしていきたいと思います。はい、天道ちなみに、ダダタケシさん、ちょこっとだけプレイしたことあるということですけども、このオープニング見覚えあります？なんか見覚えあるんですよね。友達のところでやってたから、本当にぼんやりとっていうぐらいですかね。そんなにやったことがないと思うんですけど。はい。さて、で、まあ、一からね、やっていきます。一応ね、今回、まあ、フルコンプリートしたら 103% っていう数値になるんですけど、一応そこまで、頑張ってお送りできたら嬉しいなとは思っております。はい。そして、まあ、これね、今までと全く同じでございますけども、一人プレイ、二人でのチームプレイ、そして二人での、まあ、それぞれ別々のプレイ、というふうにね、モードが用意されております。もちろん今回は、一緒に、ね、協力してプレイをしていきましょうということで、はい、ちなみにプレイヤー名もつけれます。おお、ただ多分5、6文字ぐらいかな。ないじゃああれですかね、5文字か。どうしようかな。私のパーティーゲームの PG とダダタケさんの DD とかどうですかねDD はい。あ、なんだ、つけれるんだ。あーもう。それを先に言ってくれよ。一緒にしちゃったよ。なんか適当につけてください。いやもうそれはもう。そうですよね。D、ダダ、ダダにします。あ、DT にします。あ、ダ、おー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 。J になりましたね。もっと、J になっちゃった。もう、行き場に戻ることができます。OK の隣にですね、多分ね、矢印が出てきて、多分もう一文字戻ることができたと思います。あ、それですね。おお、え、ああ、ちょっと。大丈夫ですよ。あれ、もう、もう J でいいや。JJ になっちゃった。なんか、あの、DJ ケケみたいな名前になっちゃいましたね。はい。はい、まずはリンクリン、ほらない前にね、自動で移動しましたけども。まあ、いらっしゃい。私がリンクリーコングですよ。いつもセーブでお世話になってます。ここから島は湖がたくさんある素敵なところですのよ。バナナバードというとても可愛らしい鳥もいるらしいの。見つけたら連れてきて。え、ドキとリージを探してるんですか？そういうごしばらく前に見かけましたわ。さて、どこに行くつもりだったのかしらね。セーブがしたかったらいつでもいらっしゃい。ちゃんと記録しておいてあげますからね。はい。今回もですね、リンクリーコングのところに行くとセーブということになります。はい。いろんなね、画面、コインもなんかね、何種類かありますね。いろいろあれがバナナバードだ。そうですね、いろいろあるんですよ。
さあということで、進めていくんですけど、大竹さんどうします？あの前回デクシーコングずっとプレイされてたじゃないですか。はい。だからデキやデクシーの方がいいでしょ。そうっすね、その方がいいかな。となると、1プレイヤーがデクシーで2プレイヤーがディンキーになっちゃいますので、ちょっと操作を交代しましょうかね。じゃあ、あ、了解です。だからこれでどうすんだっけ、 Y ボタンか。これで、はい、今入れ替わりました。はい、これで操作をしていただければと思います。おお、バザーの雑貨店。雑貨店、これなんだ。まあもうとにかく思い思いにちょっと動いてみてください。じゃあバザー店行ってみよう、うん、バザーの雑貨店。てんてんてん、いらっしゃい、ジェクシー店長のバザーです。ちょっと狭いからゆっくり行っててね。はい、あ、ちょ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 、書いちゃった。まあでも無視したんじゃないんだ。もう一回入ります。あ、よかったよかった。私のブラザーはこの島の至る所にいるんですよ。そうです、クマさんのキャラクターがね今回いっぱい出てきます。はい、はい、そのまあ全部が雑貨店というわけじゃないですけどね。はい、旅の特集だったらよろしく言っておいてくださいねという感じです。何か小さいことはできることありませんか。貝殻見せてとかね、鏡見せてとか出てますね。はい、何も言わない。まあ適当に。貝殻ってなんだ。あの後ろに映ってるなんか天みたいに見えるやつですね。ちょっと分かりづらいですけど、ホタテ貝みたいなやつ。でベアコイン5個で買える。まあ今持ってないんで買えないんですけども、持ってない。まあ、前作ですね、バナナコインというのがありましたよね。まあ、それに、まあ、該当するようなベアコインというのが今回バナナコインなくなっちゃったんだ。あ、そうですね。そうです。その代わりにベアコインというのが今回道中で手に入ります。なので、まあ、こういうところでね使うために、まあ、少しずつちゃんと集めていこうということになるんですね。でもちろんこの貝殻を買ったり鏡をまあ買ったりすることによってどうなるかっていうところが、まあ、今回のちょっと一つのお楽しみ要素になっております。鏡は何だ。はい、鏡ですよ。高っ。ビアコイン50枚ですって。50枚頑張って止めなきゃいけないですね。いや絶対無理だ。どれくらい止まりやすかったかちょっと私も覚えてないので、実際にプレイしていきながらね、うん、やっていきたいと思います。金貯めてきます。はい、そうですね。ちなみに、まあ、私、まあ、ワン、ツー同様、スリーもですね、昔、結構遊ばせてもらったんですけど、ただ、ワン、ツーほどはね、ちょっと覚えてないんで、私もその、前ほどたくさん助言はできないかもしれません。了解です。はい、で、そうです。海の上、泳げますよ。はい。ただ、そちらの方には今、実はですね、何もありません。うん。なので、こっちに戻って、こっちか、ね。はい。ファンキーのボート小屋。えい。ファンキーコングですね。ほら、ジョクシー元気しました。今、ご機嫌のレンタルショップ。この島にオープンしました。うん、レンタルショップですって。それから親戚のディンキー。あ、親戚なんだ。親戚とやってください、うん。まだまだベイビー。でも彼にブーン投げてもらえば空まで飛んでいきます、うん。今回はね、タッグアクションありますんでね。反対に彼をブーン投げれば床にビッグな穴開きます。これちょっと後で見ましょうね。はい、そして、上にモーターボート乗らないって言ってますけど、そう、船を借りれますここ、はい、あれなんかだった気がするな、はい、まあ、船を借りますね。今モーターボートしか借りれないので、はい、これをモーターボート乗って、でこれでまあね、ブーンと走るわけですね。で、まあ、行きたいところに行けるわけですけども、ただ今このモーターボートの状態ではその石垣越えられません。うん、なので行ける場所一つしかないですね。ああ、はい、じゃあですね、右下のところですね。しかないのか。はい、まずはここからスタートになります。オランガタンガ水、うん、オランガタンガ湖。読みづらい。ステージ1の名前と思うよね。おお、さあ行きましょう。湖のほとり始まりますよ。あ、さあ、おさらいですね。ジャンプとね、ダッシュ、そしてデクシーは、はい、そうです、タッグアクションですね。 A ボタンでできます。重そうでしょ。はい、さてこのタッグアクション、前作はですね、どっちがどっちを投げてもまあどっかね上に飛んでいくとかありましたけども、今回実はどっちがどっちを投げるかで全く能力が違います。はい、あ、さっき言ってたような、言ってましたね。はい、まあ進めていきながら
あ、今はとりあえずまだ使わないんで、はい、まあ進めていただきながらお話ししますけども、コングパネルもね、もちろんいつも通りでございます。で、ディクシーが電気を投げると、さっきまでビッグな穴が開くって言いましたけども、ひびが割れてる床が、あ、俺ひび割れしてる床があったりするんですね。あ、それでも OK ですよ。そういうところにですね、ぶつけてあげると穴を開けることができたりします。今はできないですけどね、はい、無理だな。逆にディンキーがデクシーを投げるときは、まあ、前作と同様でですね、あ、これですね、要するに上に投げてみてください。えい、あ、違う違う違う、上上上上です。上に投げたんだ。斜め上でもいいですね、あれだったら。この野郎、そんな感じですね。おー、はい、いた。これで穴を開けて、まあ隠しルートを通れるみたいな感じになるんですね。はい、そしてこれはいつも通りですね、前作と同様、全部集めて、ね、ミッション達成でアイテムゲットとなります。はい、B、これボーナスコインというものです。まあ、文字通りボーナスステージでもらえるコインになります。はい、さあ、なんか来たりいますね。新しい敵だ。なんだこいつ。あれ、なんか DK コイン。 DK コインですね。どうやって倒しますか。こうだ。ナイスです。やったーはい、今回も DK コインあります。そして全ての DK コインはあの謎の敵がですね、シールド代わりに来て守ってる状態なんですね。だから今回はあいつを倒し、あいつを見つけて倒して DK コインゲットという形になります。そうなんだ。はい、あ、危ない危ない、どう危ない。集めるもいっぱいありますよ。ボーナスコインもね、 DK コインも集めなきゃいけないですからね。はい、で、ちょっと話の途中にさっきなりましたけども、そうですね、あ、いいですね。デクシー、てか、電気がデクシーを投げると、前作同様、高いところに投げてあげることができたりするわけですね。はい。これはまあ前作と一緒です。だから、逆に、デクシーで電気投げて高いところに行こうとしても、まあ、さっきみたいに重たいので、まあ、全然飛んでいかないし、はい、なんならそこへワープすることもできません。はい。あ、届かない。なので、役割分担が非常に大事になってくるわけですね。まあまあ、ここら辺はまだね、最初のステージなんで。あ、うん、下に大丈夫ですよ、潜れますよ。あべっまあ、まずは思い出していただきながらね、慣れていきながら。別にね、前と同じですから、ボーナスたるかあるけど、どっから行くのかなっていうね、感じですよね。ですよ、タッグアクションも。下から行けるんじゃないのか。お、えい。おー、はい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 。バナナは取る大事です。100本集めたらやったー、命が1つ増えますからね。えい、よし、バナナ100本で命が1つ増えるです。すごいですけどね。バナナを15つかめ。はい、これは前回になかったミッションですね。緑のバナナがね、あちこち出てきますので、頑張って15個集めてください。違う。で、一定時間で消えちゃうんですけども、まあ別に消えてもですね、ミスということにはなりません。制限時間内に全あの決められた数取れれば OK ですので。いや、これはいいですよ。はい、ナイスです。いけた、よかった。いいですね。このくらいはまだ。おー、危ね。おー、おい、うん、はい、アニマルフレンズ来ましたよ。見覚えがない。はい、そうです。名前は俺も忘れました。進んでいきましょう。あ、ちなみにあのあれですね、ラビーと違って突撃はできませんから気をつけてください。はい、 Y ボタン、 Y ボタン押してみましょう。あ、違う違う違う Y ボタン押す前に突撃しちゃった。 Y ボタン、はい、吸ってパコーンですよ。そういうことです。吸うのか。はい、その大きな花、大きくねえな、その花でですね、吸って物を持つという行為ができます。あー、そういうことか。はい、もちろんこうね、投げることもできます。はい、とりあえずお試し今回はここまでですね。で、この旗に捕まるとステージクリアになります。あ、これは前回と違ってあのボーナスのアイテムみたいなのはもらえないんでね。はい、旗に捕まったらおしまいになります。あー、ザ・チュートリアルだった。だそうですね、ザ・チュートリアルって結構時間かかりましたねいいですよ、確実に進めていきましょう。はい、シャッターをかけるけど、ちなみに B ボタンで決定ですちょっと分かりにくいですからね。
触ってシャッターですよ。ウィーンって開けてでね、ほっとくと閉まっちゃうので急いで行けってことですね。これ捕まるだけで、これ見たことあるな。まあ序盤ですよね。はい、まあさっきも言いましたけども、そうですね、この場合はこうやってね着地したところに移動っていうのはこれ前作と変わらないですね。これを使って高いところへ行けるようにねっていうのはありますんで、こういうのもあったりします。はい、まあ落とし穴みたいな感じなんで気をつけていきましょうね。これもそしてジンガーも、これねジンガーって名前じゃなかったんだよな。でもまあジンガーと同じく触れたらやばいやつなんで気をつけましょう。でこういうのも例えばおーなんだけど、これ多分ディクシーじゃないといけねえな。答えしましょうか。はい。これだけど、あー届くかな。あーダメなのかな。そもそも捕まってくれるのかなこれ。あーあー捕まってくれた。で、はいそれですね。そうだ。ディクシーのね、結構おなじみのおなじみのアクションでございますけども、やっぱ強いね。と、そう、飛べるの強いですねやっぱり。星60、まあこれはそんなに多分抵抗は怖なかったかなーって。多分ね挟まることはなかったと思うんだけどな。はい、まあまあこんなもんですよ最初は。余裕。いやここ余裕じゃないと困るんですけど。これからどんどん難しくなりますからね。よっしゃよっしゃ、はい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 。だってステージ2にしてはまあまあ癖のある仕掛けだと思いません。やっぱりね3、あついつい入ってしまいたくなる、なんかないかなと思って。やっぱり今回ね、いや待って待って、シリーズ3作目ということもありまして、やっぱり癖のある仕掛けがねやっぱり1、2と比べると多いです。多分だからそれにねどううまく対応していけるかっていうところがね大事になってくると思います。ほらもう早速タルボ出てきたしね。慣れてる、ドンキーコング慣れてる人のやつだ気がするな。むず、はいはいはい。おこれどっちが正規ルートだったのかな。もう右と左あると両方行きたくなりますよね。あ、わかります。あぶねー、おー、あぶねー、あー怖いねー。よいしょ、おー、あ、おーなさった。おー、あ、おーいいですね。ボーナスステージ、コインを探せ。これはまあもうわかりやすくねゴール地点を目指すだけのステージです。あう、あう、もうビビった。これやり直させて。もう一度やれやれ。何回もできるのはありがたいな。そうですね。あれ何気にあのドンキーコングリターンズの時って一回ダメだったらダメでしたもんね確か。意外と厳しかったですよね何気に。よいしょ、おお、ナイス、素晴らしい。いいですね。これね、ちなみにここ通ることができますからね。まっすぐ、まっすぐ。ベアコインまだ残ってますね。あ、本当だ。復活したのかな。え、復活したんだったら何回でもいける。まあそのね気になればね。だからバナナコイン同様結構手に入りやすいと思います。50枚なんか多分あっという間ですよ多分。多分ですけどね。上。上。これしっかり蓄えつつのこう当ちゃうって。本当は綺麗に行きたいんだけどな横に。そうはいかないっていうね。ああもうバカバカバカ。体がでかいから。体がでかいせいにする。あぶねあぶね、気をつけてください。あぶね、体がちっちゃいからいけない。これ多分ねあとは落下なんですよ。だけゆっくり落下していいと思います。キャップかなんかあったかな。何もない何もない。何もない。こっちは、ああでもどっちがいいですかね。左行った方がいいかもしれませんね。降りちゃったらおしまいだから。あ、はいはいはい、こうか。いや、樽を持っていかないといけないので。なるほど、こうか。そうですね。あ、違う違う違う、
まあ、まあ、あ、でもこれ復活します。復活するんですけども、多分もう一回開け直した方がいいですね。いいですね。はい、うわー、浮いた。ナイスです、ナイスです。よかった。そう、この DK コインはですね、ただ探すだけじゃなくてゲットするのにもちょっとね、頭ひねならきゃいけなくなっちゃってますんでね。いや、ちょっと難しくなってんな。で、あと結構ね、1回1つのステージにかかる時間が同じですね。風船1アップしましたよ。やっぱり1つにかかるステージがちょっとかかね、長くなってる気もしますよね。確かに。あ、うん、だってこれまず2つ目のステージですからね。確かに。やばいっすね。リンクリーのほらら、はい、リンクリーセーブしていきましょうね、ちゃんと。今回はね、セーブをしましょう。セーブ以外は何もしてくれないので、この人は。ヒントはみたいなね。ヒントはでも別の誰かが教えてくれた気もしますけど、どうやったかな、覚えてないや。はい、そしてこうやって自由に動ける場面もあるんですね。あ、そっちにも行ける。バーナクーの家、海の中は結構自由に動けるんですね。そうです。そしてまた新しいコマ探ってきました。ウーディキよしバーナクルっていう部じゃ、ここに貝殻博物館でも建てようと夢見とるただのコレクターじゃ。昔はダイバーをやってたんだが、今はフリッコラの鳥としげな、ふうのび暮らしてるというわけなんじゃ。ということは貝殻をここに持ってくるんだ。そうですね、はい、まあそういうことです。まあ後で買いに行きましょう。暇ができたら。あー、あとどうしようかな。せっかくだからちょっとお教えしとこうかな。実はですね、随所にこういう実は隠しホラー穴があります。え、はい、で、このホラー穴の中に入っていただくと、お、はい、光った順番の通りに XYB、ね、A ボタンを押していただくと、パリン、封印が解けて、バナナバードゲットという要素があります。もちろんこれ以外にもバナナバードゲットできる方法はあるんですけども、そう、結構ね、こういう隠し場所があったりするので、ちょっとなんか、なんだろう、なんもないのに足場があったり、砂場があったりとか、そういうところ、ちょっとね、隅々までチェックした方がいいですね。探索要素あるんですね。あります。はい。だから結構いろいろやることありますよ。A ボタン。A ボタンやっても今誰もいないんだよな。あ、早速こいつがいるってことか。ちょっとでも多分先行きゃ DK バレルあるんじゃないかな。あ、そうだ。そしてあとね、ちょっとね、リンキンのアクション一つ。こういうアクションもあります。はい。ローリングしながらですね、水際でジャンプボタンを押すと、今みたいなですね、水面を切ったジャンプができます。ただし、まあまあシビアです。これを利用していく、ボーナスステージももちろんあったりするんで、まあ、そこはね、気をつけていかなきゃいけないですからね。はーい、そっと。うまい。さてさて。ほら。今失敗した。明らかに失敗した、今。あ、これもちろんだったらね、ダメですからね。そして、おいおい、なんかね、またちょっと前回のとは、前作のとは違いますけども、こういうまた移動してくる樽がいますんで、気をつけていきましょう。こっち何もないよね。あっ、いたー、見たことあるやつ、久しぶり。へいへいへい、もちろん、バンバン敵倒せます。久しぶりすぎる。そして、ボーナスステージと。多分前作と同様で、変身した場合はやっぱりですね、やられた時も同じプレイヤーが続行する形になると思います。ああ、はい、あ、待って、星か。喋りながら言ってたら星取り損ねてる。ちなみにこのホタテ気をつけてくださいね。顔を開けた時しかダメージ与えてないんで。ああ、うん、ああ、飛んでたもんな。後々出てきますからね、いっぱい。ああ、はい、しょ、オッケー、よいしょ、よいしょ、セーブ。あ、ベアコイン。どうせバレルがあるからちょっとやってみようか。はい、ダメ。大丈夫大丈夫。ベアコイン1個ゲットできた、ね、あ、もう答え。泳いでいってもらってもよかったんですけども。あ、まあ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 、まだ序盤ですから。そうですね、まあまあ楽しみはこれからですよ。
ちなみにそのじゃあ難易度的に実際どうなのかっていうところですけども、まあどうなんだろうな、2とどっこいか、いやまあでも2より難しい気もする。うん、いや難しいと思います。まあさっきも少し言いましたけど、やっぱ癖のある仕掛けが増えてきてますので、うん、それへの対応力っていうのがね必要になってきます。だからそういう意味では2より難しいと感じるかもしれませんね、もしかしたら。なんか慣れてる人向けな、だって3ですもん、うん、もう3作目ですよね、ここまで来たら良くないやつだなさ、そうですね、ふいふいふい、あー、こいこい、おお。確実に残機を増やしていきましょうね、今後のため。おい、順調。あ、ゴール。あ、ん？はい、オッケー。あそこのひび割れは。あ完全に今見逃した。はーい、まあいいです。覚えておきますんで。やれやれ。はい、行きましょう。スリップスリップ。スリップスリップに。行きます。はい、ワールド1にして雪山のステージが出てきます。さあ、うわ滑る、序盤のステージなのにもう滑るステージが出てきます。嘘だろ、これ真っ直ぐ行ったら、うん、真っ直ぐ行ったら下通ります。よし、なんなら敵も滑ってます、ね、あお、これはね、もうご存知の通りローリング禁止ですからね。お、そう、隠しビアコインありますからね、今回も。うー、てる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 、ちょっとかわいい、だいあれ、まあ、ピクシーは、あれどうしたっけな、やられたんでしたっけ、ね、なんて言ったらいいのかな、さっき、あ、どうやったか、まあ、まあ、まあいいです、進めましょう。あの、ちょっと微妙、なんか微妙に分かりづらい資料があったりします。うん、あ、でも多分今ついてきてたから多分大丈夫だと思います。ああ。うん。みんなやっつけろ。ほら。あ、本当だ。大丈夫大丈夫。なんで？まあ。危ない。細かい。危ない。細かい何がしだと。ああ。やっちった。やり直してもいいですよ。まあ先に進んでもいいですけど、危ない、怖い。高低差のある地形でね、敵を踏んづけるのはまあまあ難しいです。なんだかんだ言いながらね。しかも10秒しかないし。ああ、怖い怖い。聞かないっすよ。あはははは、ああ、いかん、いかん、いかん、なかなか難しいですね。はい、どうします、滑んな、もう一回。いいですよ、もう一回ラスト。そうです、ただ突っ込みすぎたらそうなります。進めます。了解です、いいですよ、後で確保しておきますんで。いや、ステージでワールド1からツルツル系のステージってなかなかですよ。なんだろうな、ね、通れないタイプもあります。あお。まあまあ、ここにあるんで全然普通に助けますけど、届かなかった、悔しい。ほいしょ、おー、今みたいにね、あ、うまい、上に投げるような感じにするとね、あの場合によってはやりやすいかなと思います。あー、こいこい、あ何その普通のミス。いや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 。いや、ジャンプ力がないのは、まあちょっとジャンプ力は小さいかもしれないですね。もちろんそれはあのローリングジャンプすりゃいいだけの話なんでね、また。で、DK コインはもうね、一回取ったら、もう獲得済みになりますんで、今みたいですね。それはいい。ちなみにコインドーザーっていう名前だったかな、あの敵は。うん。うまっ、なんであいつだけ名前覚えてんだろう。確かね、あいつの名前を題材にしたクソ難しいステージがあったんですよ。うん、後々、後々というか相当先の話になります。危ない、うん、何もないか。さあ、お、あ、隠しキャップですね、いいですよ、順調順調、こうか、いや違う、まあいいんじゃないです。樽なんで、もうちょっと。大丈夫です。からの、ちょっと痛いですね。ああ、いいですよ。おお、痛い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 。お前は、あ、いや、まあいいや。いいですね。深追いしないことです。よし、オッケーオッケー。時間
かった。まあまあこんなもんなかなか大変ですね。よし、さて時間的にはちょっと30分ぐらいだったんで、とりあえずじゃあ最初のパートここまでにします。はい、はい、まあこんな感じでね、スーパードキーコング3、攻略をしていくんですけども、ダータケシさんはもう本当にね、こっから先多分何もわからないですし、私もやっぱりね2ほどはねやってないんで、ちょっとうろ覚えです。ステージ目見たら思い出すかなぐらいのもんですね。あ、まあでもどうだろうな、もう絶対2より難しかったと思うんで、ちょっとまあ頑張って一緒にね協力して攻略をしていきましょう。了解です。はい、皆さんもねよろしかったら、まあ懐かしみながらご覧いただけたらと思います。はい、ということで、スーパードンキーコング3のプレイ動画、次のパートもどうぞお楽しみに。